日本鹿児島県薩摩仙台市、西海門町西海門町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市西海門町。郵便番号は895-0055。人口は467人、世帯数は217世帯。西海門町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土側の南西部、川内側の下流域に位置している。 薩摩仙台市の市街地に位置しており、地域の北方には、川内川を挟んで河北町、宮内町、南方には、鹿児島県道43号川内区式の線を、境に、若松町、南方から西方にかけては、宮里町、東方には、東海門町、南東方には、神田町がそれぞれ接している。西海門町及び隣接する東海門町の、あざなの由来となった。 向田神社が地域のほぼ中央部に位置している。現在の向田神社は1967年に創建されたものであるが、前身となる八坂神社は1965年に台風によって倒壊するまで、現在の向田神社の所在地に位置していたが、倒壊した本殿を復興した際に、向田神社に改称されたものである。麻生駅の南端部を、 鹿児島県道43号川内区季の線が東西に通っており、中央部には薩摩線大市道向田高城線が通り、北部には開け飛ばしがかかっており、河北町及び宮内町などと結ばれている。町名は、地域内にある向田神社の通称である海門神社に由来している。1965年4月1日に向田町の一部の区域において、 住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で町名、地盤の変更が行われ、川内市、向田町の一部より川内市の町名、西海門町として設置された。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古村、上古村、 鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は川内駅である。ありがとうございます。